はようございます。じゃよろしくお願いします。今日ははい、なんかしっかりめにお化粧もしてもらってるのね。可愛い子だけ。すいません、そういうキャラでしたっけ。え、なんか毎度ちょこちょこコメント欄に、はい、毎度やべえって書かれてるのに。いや、夏木さんの個性爆発でコメ欄盛り上がってますよ、アゲハ。はい、しかも、はい、なんかちょっと言いたいことがあって、はい、前回のお金のやつ、はい、はいはい、所持金チェック、所持金チェックの、はい、なんか私だけ、はい、サムネバーって女の子なんちょっと悪意ありませんでした、ね、サムネ、こうやって持ってるやつだったから、はい、ちょっと悪意ある。いや、やっぱ夏木さん取れ高一番だったんで、いい感じにさせていただきました。はい、ちなみに今日もあれですか、現金。今日は多分この間より65万ぐらい入ってましたもんね。はい、はい、気をつけてください。おはようございます。今日よろしくお願いします。身長すごいっすね。180センチぐらいありますよ。普段ヒールってこんぐらい高いの履きますか。今日あれですよね、昨日大阪から東京に向かって、はい、なんかあのインスタ見たんですけど、すごいこと起きてなかったですか。はい、名古屋で新幹線回って、あれですよ、なんかニュースになってましたよね、なんか、はい、知らなくて、はい、名古屋から静岡の電車で行って、そのタクシーで東京まで来ました。いや、あの名古屋で一泊して朝こう東京に向かうのかなと思ってたんですけど、ですよね、インスタ見てたらなんか見たことない金額のタクシーの料金になってて、8万超えです。8万9万ぐらい言ってましたよね。え、あんな使うことあります。え、初めてです。初めてですか。でも一回経験してみたくて、その、あ、なるほど。え、その乗るときにはどんぐらい行くんだろうってなんなかったんですか。あ、でも大体も予想はついてました。あ、まあでも10万ぐらいかなみたいな。10万かけて行く価値ありました。はい、あります。そう、前乗りするなんか予定があったんですか。あ、そうです、前乗りで、はい。ちなみに着いたの何時ぐらいだったんですか、東京に。3時でした。3時。待ってた方とかいたんですか、友達とか。あ、特にはいない。特にはいなかったけれども。え、でもなんか友達ご飯行き、はい、夜中の3時じゃもうご飯行けないですよね。もうウーバーしました。今日撮影よろしくお願いします。お願いします。お待たせしました。これ身長差がすごいよね、多分そっちの方がヒール高いし。一回ちょっと並んでもらっていいですか。うわ、キャバクラスの撮影じゃねえんだ。片方キャバクラスに。うん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 。ちょっと見てみます。めっちゃ可愛いんですよ。やばいな、顔。可愛い。いや、顔可愛い。顔とびきり可愛い。顔も可愛い。オッケーっすね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあお二人どうでしたか。もう一緒に離れていくサービスずっと見えないとこのここでずっとこうやってグイグイしてたよな。夏木さんが近づくとなんかだん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 そう離れていくの。そう、
口癖かなと思って不安だった。なんかありましたか今日。言うんかい言うんかい自分が言われたら絶対3日ぐらい気にするじゃあでもいいショットでした。ありがとうございます。ありがとうございます。